さすがにバッチ勝たせようと思って。うわ熱い、熱ゼニーに行くわ。あーダメ、ダメでした。白です。うわYou are the man once in a century. Now we can love each other honestly. Fly me up into the sky of ringing bells. バッチ君は主役の助けつけてるけど。ずっと脇役級の活躍らしいです。チラッと見たら初当たりだけ言ってましたけどね、はい、カメラマンが言ってました。脇役っすあれってやだカメラマンやなそんなこと言うな。主役ではないっすわ、お前だけは味方でいてくれっていうバッチ君のカメラマンが言ってました。なるほど、はい、いやでも主役は遅れてくるもんですよって。うわーかっこいい、伝えてリーチ目の確率も出てたね。あの前回打った時出てなかったじゃん。そうっすね、確率はっきりは出てないけど6は2倍ぐらいに差あるでしょ。はい、差あります。あだから俺が打ってた台は悪くはなかったんでしょうね。うん、まあ6ではないと思いますけど、下じゃなかったんかもしれんすね。にしてもまあ引きよかったけど。すいませんでーす。まだ続いてんの終わったでしょ。終わりました。おい当たり出た、スナチェリーで。いやもうラオウ出てこんでいいな。キック連続でキック、次かわそうか。当たるんだやだな楽しんでる。いや楽しかねえぜまだやだな、動け、動いてない、立て。うわ最悪だよ、立ってねえよ。終わった。わあ、あちゃ最悪だよ。321枚。うわ最悪っすわ、あーちゃー。たすき人に渡さない方がよかったんかな俺。やっちゃったー、こっち行くか、どうしよう。まだ追えるか、まあ、まだ追えますよね。まだ追った方がいいですよね。800ぐらいは何の設定でもありますもんね、ハマること。とは思うんで僕はまだ打っていいと思います。そうだね。あーかなかい、普通に引けなかっただけです。青青だろ。え、ギク、なんでわかるんですか。いや分かったよ、ギク。これ継続弱いからな。さあバトル歌変わるまで行こう、とりあえずまずは。なお、キック食らうわな、今日食らう日です。防御波、いやキックです。雲流れてない、倒れる。枚数引き継いでます。222枚。いやもうマジかよ、終わった。はあ、どうする、すんげえ辛そうだけど大丈夫みんなね、うん、いくら俺今 2万5千ぐらい。4万。僕2万ジャストぐらいです。俺のは多分ないわ。いや俺もない。なんかモード自体はそんな、なんか生き方最一番深いところに選ばれないんだけど、でも初当たり計算してみたら大したことなかった、まあ、二郎の代ぐらいだね、追う可能性があるのは。でも俺ももう600ゲームだよ。
あと俺あれがたまるのよ、ガッツが。そう、ガッツつって食べてるやつよ。あの執念ポイント、汚れみたいなやつ、あれがどうかなと思ってる。まあ任せるよ、主役だから、うん、まあ確かにね、主役、これ主役やから悪いみたいなとこないですか。これ返してもらおうかな、一旦返してみて波どのぐらい変わるか見てみる。そうだね、これつけて、うん、あの北斗いっぱい当たるまでやるわ。ああ確かに確かに、そうですね、で俺外していきなり俺の銭形出る可能性もあるからね。はいはい、はい、解放だ、おもしになってた可能性ありますもんね。そうそうそう、合わない合わない、そうしよう、うん、もうじゃあ譲渡が、はい、助けの譲渡が、さすがになんかやっぱ違うと思ったもん、なんか俺もなんかそんな気してたわ、うん、知恵の輪みたいになってるじゃないですか。ああ取れた。すいません本当にありがとうございます。ちっちゃい声でなんか言ってた、喋ってる、助けてああしっくりいきますね。あ来るね、あ来るわ、確かに、はい、やっぱこれやったかも。後半戦お楽しみに。いや楽しみできない、楽しみできない。さあタスキをかけての後半戦、本気モードですね。まあ4万円使って振り作ったのはちょっと大きすぎたかなとも思いますけど、まあドラマはとしたら考えたらちょうどいいっすわ。あら強気発言。いやいや、まあ、こんぐらい振った方がいいっすよ。早いっすよこっから俺。あチャンス目もう出なかったっすもん。助けつける前チャンス目なんて出たかな。やっぱダメな前半戦を生産するべく我々ちゃんとバッチさんに飲み物をおごってもらいましたね。あそうね、コンビニ行った時にいきなり言ったら嫌だよって言ってましたよ最初。そりゃそうだよ。そりゃそうっすわ、そりゃ嫌ですわ、うん、だって知らないんだもん、よく意味が分かんない。まあでも結果おごってもらいましたけど、僕今強水かチャンス目チャンス目と引いて天国っぽいっす。あなんなら前兆やこれ、チャンス目で当たりましたわ。本当、はい、ほい、まあ、ついてないんでね、ついてないところで演出いきましたんで、チャンス目から当選です。910、ギリギリですわ。いくら？ジャスト3万です。オーラは？オーラは頼む。あー黄色、あいいね。えジャンバリ他誰がいるか知ってます？コウタロウ。あーコウタロウ君知ってる、競馬、競馬だろ。はい、リノ。あ知ってる知ってる、リノさんも会ったことある。全知ってるよ。あなんだっけ、元の名前が、はい、なんだっけ、いやお仕事させてもらったことあります。あそうなんす、ね、でも確かにゼンツが強すぎて、はいはいはい、ゼンツ強すぎるね名前ね。トメキチさん。あートメキチ、あなんだっけゼンツさんって元、あれ小吉、小吉だ。あいや違う違う違う、いや俺今チェリーを小吉とか言ってるからチェリー押せてねえわ。小吉さんは元出ちゃうんですね。タクさんだ。あーすごい、よく出てきた。そんぐらい黒バラは。男はそんなもんすね。女の子はやっぱもうちょっと多いんですけど。そうだよね、あ男の子はこんなもんだ。はい、豪勝派マジかよ。どうやって勝つねん。ゼンツさんはまだゼンツしてるの？あ、おかしゃ、まだゼンツしてますよ。仲いいの？あそこまで別によくもないかも。誰と仲いいの？一番仲いいで言ったらヤルオさんっすね。月に2回ぐらいは飯行きます。ヤルオさんいないときは友達いなかったいないっすね。だって最近じゃんヤルオさん、はい、まあ、いいか。あでも仲良かった後輩とかは何人かいましたよ。誰後輩？あの辞めてったんですけど、小次郎っていうやつとか。あ聞いたことある。あと三平っていうやつとか辞めてった後輩。だからお前と仲良くなったせいで辞めてったの。
仕事をジャンパリに干されて辞めてた理由は素人仲いいんだ、はい、あーあんのかな、電話かけたんかなあいつらにも申し訳ねえな、お前そお前、まあ、スイカこぼした、はい、すみませんそういうあいつらにも迷惑かけたんかな、いやかけたかもなマジであるよな、そう考えたら辞めたやつの方が仲良かったりしますわ、まあ、同じ仕事だから何かあれなんだねですかね、天国以上だ、ライバル意識みたいなのがあるんじゃないの、あーなるほどなるほど、僕なんてみんなよりも、あー視聴者や珍しい、10以上年下ですからね、やっぱ鼻につく部分あるでしょうしね、おお当たってた、スイカかな、さっきのあのこぼしたスイカ、あの後輩が干されてたっていう話の時のスイカかうん、まあ多分そうだと思う、それかチャンスでもいいけど、まあ今いいや、843ゲーム、4万7000円です、合ってるよな、多分合ってると思います、だって2回連続800当たりですよ、そっか、はい、ええバッチさんが何、どうしたどうしたどうした、うんうんうん、650は超えるな、おお当たった、650、600のゾーンでしたね、3万1000円5回目か、5回目の熱当たり、頼むだ、周年ポイントはなし、あスーパーチャンス、これ見て、藤子はもう何引いても当たり、しかもこの間は22分で4分の1でデカめが出てくる、でしかもビッグで、ゼニロボはこう弱レア子役は 33% まで落ちるんだけど、プラムが6% ぐらい、押し10プラムでもで勝てば30ゲーレンチャンスっていう、めっちゃ大事、いや微妙、なんか引かなきゃならないな、これはい中央赤、これ下下段、下段2つは熱い、あー気持ち悪いぜ、若干頼む、いろ、あらー、あ、お、何の前兆だこれ、弱チュリで出てくるってことか、出てこねえんかい、結局、うわーもう最後にかかるしかない、20何パー、頼む、あ、あ、さあ問題はどっちかだよ、第1チャンス、もうこれもうこれ逃したら終わりだ、今日はどっちだ、ゾーニロボだ、うわこれマジね、まあ、言うたらあの、まあ、無双転生チャンスクラスだと思っていい、これ 6% 頼む、やったー、しかもビッグだろこれ、
で30枚もらった上でビッグ出てこないんだっけ。出てくるとは限んねえか。あ、出てこない。タイプラなしなし。よし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 。だからまずは権利を得たね。あった、これね。さあこの後やってくるのは、あ、あるわ。うわー、もうこれ引くしかないよね。あ、これをこの後やります。で、ゼニロボが勝てば期待枚数2000枚と言われてる超大ごろし。よし、もうあいつらには言わんでやろう。通した時に呼ぼう。一応チャンスモードともう一個出てくる可能性ある。出てこないと。よし、行くぞ。さあ、来た。青かっとい。ふぅー、青半分。2ゲームのどっちかで7ゾロ引いたってことだと思う。取りました。やったぞ。呼んでくるか、さすがに呼んでくるか。わあ、おっ始まってる。取ったの、取ったの、取ったの。おうおうおお。取ったの。すごい。これがだいたい完走ぐらいの期待値あって、完走すればもう一回。呪い解けたから。うわ。いやだから俺はこれを狙ってた。あ、そういうこと。そういうこと。え？狙い通りってこと？だから今まで通りやってたまで、はい、だから一回か。ああ封印してこう解放するためにみたいな修行みたいな。あ、なるほどね。だって団体のきっかけなんてこれしかないっすもんね。これしかない。すごい。これを31っすか。31これが狙い通りだって適当に喋ってたんですけど、31なるほどねって2人が言ったからちょっとびっくりしてます。31347 108000。一応今全員当たってまして。あ、そうなの。クリさんも当たってて、僕も今当たってて、全員の総投資10万8000です。じゃあ20万はもう諦めた方がいいな、はい、いや20万の方諦めた方がいい。10万8000狙えるんじゃない。こっちから北斗も頑張れば投資10万は俺だけでいくわ。ちょ、頑張ってマジで。あ、俺だけで出せる。じゃあこっちで3600枚目だった。そうな。投資分は出すわ。分かった。うわー、かっこいい。いやー、嬉しいな。怖え。消化すんの怖え。あいつ友達いないっぽいよ。よし、行くぞ。
ここなんよ、ここめっちゃ大事、ここめっちゃ大事。あー、いきなりリーチ目、あっつー。これはリーチ目やったね。で、上乗せと、今からデカチャンスついてくるんで、で、このデカチャンスでまた上乗せかボーナスを稼いでくれる。で、このデカチャンス自体は法則は一緒、次元はチャンスリップね。だこのやってる間にビッグが欲しいよね。ああ、取れた取れた。で、デニーマザー次元逮捕プラス、もうベルヨン次元の上乗せは50ね。50からの、50からのこれね、取れない。相手があの五右衛門じゃなくて、五右衛門か、五右衛門だとベル対応役だから、クリア後にベル引くとビッグになったんだけど、プラムも乗るし、プラムもデカチャンス連れてきてくれる。よしよしよし。あー、リーチ目の可能性ある、外れろ。よーし、リーチ目ね。ここからの全部始まる。今まで何にもなかったの全部始まる。ビッグ欲しいな。で、次が赤い、今度これビッグの期待度が高い。次のデカチャンス、デカチャンス取れるよね。で、ベアのプラムでも上乗せある。あとはもういかにレア子役とリーチ目役をつけるか。30ゲームかにね。あー、いいよ、釣りが大砲、これ上乗せ分ね、あと乗せな。おい、うわ、30、ブラボやべ。やべ、すげえやべ。ちょぼい。プラップラップが乗らねえ。やべえ、これ、これやべえ、これ意外とやべえ。いやー、マジか。あ、これ意外としょべえぞ、これ200ゲームプラス銭が逮捕1個は、これは意外とまずいよ。これ多分中華30だから、これ意外と頑張ってて、やべえこれ。クラピック、おめでとうレインボー、頼むわ。
最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録よろしく頼むぜ。